ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様を。アシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死のちぎりも落ち水も流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体？うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は？かつて、このアシナの城には、私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名は、タケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は？亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ？おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城には
タケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、赤色よ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬものとは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに。千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。
気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。酒を。おお、赤炉、気が利くな。お、猿酒ではないか。か、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体？斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。はっ。行くか、赤炉。伏立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えば、その渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば破れるぞ。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して
共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助け、かたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。ではまた。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流陰の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流陰の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はっ。タケル様の流陰もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。花とは。まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると
聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかりません。確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。戦況に至るため源の好機について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか？はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らずとこしえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。
ラッパ者を見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘で、黒さのコートだ。だが、この辺りを通って だから、寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。ん？おめえは夜鷹の衆か？いいよ。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のないこった。しつこいおってに仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。俺の見立てによるとだ、おめえにはこの鉄線なんざ似合うだろうよ。こいつがありゃ嫌でも鉄砲でも、なんなら大筒だってなんとかなら。銭がたまるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。次から次へと客が来ら。まあ銭落とす方の客なら歓迎だ。
アバよ。よう、おめえか。また何か入り用なのかい？さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかね。どこへだ？金剛山の千宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。ひな臭くなってきたからよ。ちっと野暮用を済ませておきてえのさ。え？そろそろ店じまいだぜ。おめえ知ってるか？この芦名の城にはな、外からのネズミがわんさと来てら。そういったネズミをよ、バッタバッタと切りまくるおかねえジジイがいるんだぜ。天狗の面か。おお、おめえも見たのか。ああ、話した。へっ、そいつは驚きだ。よくまだ首がつながってるもんだな。先方寺でちっと野暮用を済ませてくら。おめえも達者でな。塩が足らぬと申すか。食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだ。おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。よう、旦那。侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。あいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。
じゃあな、旦那。塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひごひいきに。さーて、塩をどうやって工面したもんか。あ、旦那、何か買っていきやすかい。じゃあな、旦那。その時は。セキロか。これは、ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらに切れ。極めたか。まだセキロよ。
Thank you.
Thank you.
ビガキはの二つあるぞい。一つは生ガキ、一つは干しガキ。あっちじゃ。干しガキはあっちじゃ。徳沼を越えて巣穴に潜り込み、干しガキ盗んでくれようぞ。干しガキ、どういうことだ。はい、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよう。お米はないかの。おちの巫女様のお米じゃぞい。猿が三匹、一つはカラカ。元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々生き物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく
臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれは叶わぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流陰の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。流陰を断つ術があると。うん。つまり巫女は流陰を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流陰を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど流陰が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。
これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。